んこんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は非常に元気でございます。いや、ちょっと早いですが、いただきます。おいしい 美味しいねすね。お、はい、あ、しいたまんないな、はああ今日はおいしいものばっかり食べてね本当太っちゃってないか心配ですけどもう炭水化物はできるだけ取らないようにしました、はい、炭水化物はもう味見だけって感じですね あとはタンパク質とお野菜はいあといい油はいそれでやりきりましたはいそうですね皆さんは今日はどうお過ごしでしたかどうでしたいつも通りでしたかいつも通りっていうのもまたいいことですよねいつも通りに過ごせるっていうのがやっぱり一番じゃないですかはい幸せなことですよねいつも通りに過ごせるってね 今日は、あのー、政治活動家の方と、にインタビューをしたんですけれども、非常に頭を使いまして、もう頭がもう疲れ、疲れにお、お互い、お互い頭が疲れちゃって、はい、そうですね、はい。まあ、面白かったですけどね、面白かったですね、はい。もう来週の後半の収録が楽しみです。後半になるのか、3分の2になるのか分かんないですけど。 はい、次が楽しみですねはいいやもう僕政治には目がないんでねもうね、はい、政治の話をさせてくれるだけでも嬉しいですね、はい、いやあの政治のインタビューってねあれなんですよ、まあ他のことでもそうですけど 自分の言いたいことも言えるんですよね。インタビューってね。はい、そうですよね。あの、インタビューしてる人のやり方にもよりますけど。例えば、あの上手い記者さん、記者さんとかはあのこれ、これについては高校で高校だと言ったような意見も出ていますが、いかがお考えですか？と言い方をするわけですね。 意見を出ていますが、の意見を出したのは私です、みたいな <laughs>。ね。そうやってね、うまいことね、はい。自分の意見を織り交ぜて、そこに対してどういう答えを出してくるかを答え合わせをするといったような質問の仕方をしたりする人もいるわけですよね。はい。まあ、そういうことなんでね、まあ、政治家の 本音を引き出すためにはやっぱりね厳しい球も投げなきゃいけないんでねはい別にいじめてるわけじゃないんですよはいだから疑問点は立たさなきゃいけないんでねいろいろとね技を使うわけですよはいその後頭が疲れてくるんですよ久しぶりに頭使ったなみたいなはい歌を歌ってるだけとはちょっと違うなみたいなねはいそういうのありますね、はい、いや 楽しかったなまたやりたいなもう何だったら政治チャンネルにしちゃってもいいですよ政治活動家とか名乗ってる人を全員集めて全員集めてっていうか一人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 にインタビューして毎日配信したいですねはいもうインタビュアーが専門みたいな専門分野みたいな 専門分野は何ですかっていや政治家インタビューですみたいな <laughs> それ育つでしょうね僕も政治力育つでしょうねはいそうですねいやーそれちょっと考えてみようかなはい、あ、他にもちょっと政治活動家探してみようかなはい、あ 今回の方なんんて向こうから連絡,連絡きた,来たんですよまたインタビューしていただけませんかってはい向こうから来たんですよああありがとうございますって感じで1回こっきりかなと思ったら2回目が来たと思って、うんはい。嬉しいなと思って、はい、そうですねはいそうなんですよいろいろ真面目に考えてらっしゃる方ではあるので本当応援したいですけどね はいはい優しい方なんでねはい、人柄は本当にいい人だと思いますよ。はいそうですねはい、まあね、資金をどうするんだろうなと思っちゃうんですけどね、確か衆議院,衆議,院議員に議員あの立候補されてる、立候補を予定してるらしいんですよ、次の衆議院選挙。 贅託金っていってあの当選したら返してもらえるんですけど落選したら返してもらえない贅託金っていうのがあるんですよ。まあそ,れをその贅託金があることによって誰でも彼でも立候補するっていうのを止めてるんですよね。はい はい、ろくでもない人がお金の力を使ってっていうかろくでもない人がポン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 立候補してしまうみたいなことを止めるために供託金っていう制度があってお金没収なんですよ落選率によっては、はい。確か衆議院議員って確か300万ぐらいするんじゃないかなと思ってどうやってお金持っていくんだろうなと思ってるんですけどね。はい もう一本持ってきます。そうなんですよね。はい、あ。僕とかね、政治家になったら、僕。 ひろきさんに投票しますよって言ってくれる方とかいらっしゃいましたけどそんな人極一部ですよこんな挑発の <laughs> こんな挑発の兄ちゃんに投票する人なんてもう人は見た目で判断しますからもう知らない人の場合ね知らない人のことはもう見た目で判断ですよはいねだから 難しいっすよはい現実問題、はい、ねはい、そうないい大学も行ってないし、はい、勉強してないっていうか学校あんまり行ってなかったんでバンドばっかりしてたんでバンドバンドか彼女といるかみたいな感じの生活してたんで。 出席日数ギリギリで昇級してたりとかしてたんでねはい <laughs> ねよく留年せずに卒業したなと思いますよはい単位もギリギリで卒業しましたからね私はいでもう真っ白ですよ履歴書ははいもう全く留年なしでバッチリ卒業してますから 内実はね、バンドと女っていう。<laughs> こういう人も世の中にはいるんですね、はい。頭おかしいんじゃないかと思いますけどね、僕からしたらね。けどね、日本の教育制度には僕は合ってないんですよね、全然ね。はい、多分、飛び級とかあったらよかったと思うんですよ。はい 飛び級させてもらえなかかっったたのが、ね、辛かったです、ね、もうこんなのダラダラという授業やってんじゃねえよとか思ってましたからね先生にこんなの読めわかるだろうみたいな <laughs> 先生なんていらねえよとか思ってましたからね <laughs> はいでも実際学校行かなくても たまに来た時に教科書バーって読んででテストの日だけはちゃんと来てたんでテストを受けたら95点とかなんですよ <laughs> で5とか4とか取るんですよ <laughs> だからもう周りの人たちから大貧粛ですよねこいつなんだよこいつみたいな <laughs>、はい、そんな感じですね、はい はい、もうちょっとふざけてましたからね本当に学校をなめてましたからね舐めてかかってましたからねはいそんなのよりもなんか女の子とチュパチュパやってたりとかねいろいろねなんかちょっとねあのこう何て言うんですかあのあの行きがったことをしてみたりとかはい あとね、まあ行きがったことで言えばバンドが一番そうなんですけどドラム叩いてみたりとかはい「家にドラムを貸してよお母さんお父さん」って言って「僕が自分でお金払うから」「お年玉をおろして買うから中古で」ってもう貸し,かあ貸してくれてはいなんか q l d k みたいな家に住んでたんで。 余ってる日はたくさんあったんではい、あ、イエーイっつって、はあ、そうでしたねまあそんな生活してましたね本当はい、あ、もういろいろあったんですよ本当学校教育がもう腐ってる日本は本当にはい、あ、で僕が僕そんななんか一日 7時間とかあとなんか朝,本朝の補修とかそんなの夏休みの補修とかその絶対受けたくなかったんで高校に入った時に特別クラスと普通クラスどちらがいいですかっていうなんかアンケート用紙みたいなのをもらったんですよ普通クラスに丸したんですよけど僕特別クラスに入れられちゃったんですよだから僕怒って 何かかかのの間違いなのかかんないななわんすけど、僕とっくらになってるんですけど普通クラスにしてくださいって言って「いやけどあなたうちの付属中学校の出身の生徒も含めてあなたはうちで学年で7番だよ」って言われて「あはい成績をもらいましたよ」って。 いや「とっくらにいるべきですよ」って言われて「いやいやいや僕勉強したくないんで勉強そんな学校の勉強興味ないんでそんなたくさん授業を受けたくないんで」って言って「戻してください」って本人の希望ですから。 ちょっと親御さんに電話しますって言って。親御さん、親御さん、僕のお母さんに電話が行ってですね。で、本人がそういうなら本人の言う通りにさせてやってくださいって。さすが私の母。はい <laughs>。普通クラスに入りました。見事に。見事に普通クラスに入って成績がガツガツ落ちましたよ。はい。けどね、普通クラスで成績優秀なんですよ。僕。 普通クラスの中では成績優秀者なんですよ。だからもう、どの大学でもっていうぐらいなんか推薦はしてくれるんですよ。受験の時に。で受験の時にもう推薦はいくらでもしてくれるんで、先生が。じゃ、こことことここ、ここ、みたいな感じでなんか選んで、全部、あのな、な、なんか教科とかがないやつ。受験に。なんか数学とか英語とかがない。 推薦入試だけけを受けたんですよ、まあ、簡単に言うと小論文と面接しかないっていう推薦入試を受けまくってでもう小論文なんて書かせたら俺の考えを家だってこの文章を読んで。もう この原稿用紙じゃ足んねえよっていうぐらい、もうバリ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 、スラ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 、どん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 文章が出てくるんですよ。言葉がどん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 出てくるんですよ。でも、書きと、書いてる途中で、よし、よし、ここ、ここでも半分いったから、ここから締めにかからなきゃいけないなって言って、こうやってこうやってこうやって、締めて、最後にもうちょっと補足事項を入れて、押し、 そこでダメ押しするみたいな感じの小論文書いて、で、面接でも,もうも、べしゃりめちゃめちゃ得意なんで、もう何聞かれても即答でですよ。だから、さすがにこん,なもんこんな問いには事前準備はできないだろうみたいな問いをやっぱりしてくるわけですよ、相手は。してくるわけですよ。それに対しても、もう目、もう、もう即答レベルでポン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 答えるわけですよ、僕が。もうすぐすぐ答えるわけですよ。 よどみなく自信たっぷりに、はい、こいつはこいつはマジでやばいやつだっていうことで合格しましたねはい <laughs> <laughs> こいつはやばいやつだけどあの的を得ているって、はい、だから採点基準に合わせるといい採点するしかないんですよ 絶対やばいやつだな、こいつ。頭おかしいなって多分思われてたと思うんですけど。はい。けど、採点基準に合わせると、合格にさせるしかないんですよ。だって、バッチリ質問の意図も分かって、ちゃんとそれに沿った内容を答えてるわけですから。はい。何の問題もないですよ。はい。それで大学行きましたね。はい。まあ、そんなこんなでね、はい。 とにかく、あれですよ。まあ、世話を当たっていければいいんですから、はい。そうです。学校教育なんてクソくらいだと思います今の学校教育なんて、本当なんていうか、創造性を殺して、ただの、なんか、ただのサラリーマンを作り上げようとする、優秀サラリーマンを大量に生産するという、 はい、けど世の中は一人の天才によって変わるんですからね物事何でもそうですけど今のコンピューター方式を作ったナイマンという人もそうですけどあと例えばチャット GDP を作り出した人とかマーク・ザッカーバーグとかビル・ゲイツとか。 あとあ、あのキチガイあのキチガイあのキチガイ誰だ名前。イーロン・マスク。<laughs> 僕、同類なんでキチガイって平気で言っちゃうんですけど、イーロン・マスクで僕、同類だと思ってるんで、はい。いや、イーロン・マスクほどすごくないですよ。僕はもう,そう、あんなのと比べたら低辺ですよ。ただ、類で言うともう同類なんですよ、僕は。同類、イーロン・マスク同類なんで、僕は。はい。レベルは違いますけど、レベルは圧倒的に向こうの方が上ですけど。 数億倍いや数百億倍上ですけどはいけど同類だと思ってるんですけどはい彼の気持ちよくわかりますねはいはいまあそれはいいとしてそれはいいとしてイーロン・マスクなり何なりはいそうですそうですよ決してだからああいう人たちは地頭がいいからいい大学出てるだけであと中退とかしてるだけで実際にはむちゃむちゃ きちがいなんですよきちがいもきちがいたまたま IQ も高いから学校教育についていけただけなんですよ。はい学校教育についていけなくて才能を発揮してる人もたくさんいますよね。芸術家とかね。はい、学歴低い人いるじゃないですか。ああいう人とかっていうのは創造性がすごいと思うんですよやっぱり。はい、そういうい人を、ね、ですね 学校の勉強ができないからということで人と引き離して隔離してあのなんかあの社会のゴミ扱いするようなそんな社会なんてくそったれだと思いますね何が先進国だって感じですよね本当ねはいそう思いますね私はね、はい、もうその辺直してほしい僕が IQ 低かったらどうなってただろうかというふうに。 もう僕が IQ 低かったらと思ったらはいたまたま IQ 高かったからなんとか大学卒業できただけではい僕はただの変人ですからねはいそうですよ普通投資をするっつったら勉強するじゃないですか僕一冊の本も読まずに一個の一つの投資セミナーも受けずに投資始めましたからねはい それで投資家やってますからね、はい、気違いだと思います、はい。本当の気違いですね。はい、だから僕の真似しちゃだめですよ、普通の方は、あの正常な方は。はい、<laughs> あえて正常という言い方をしましたけど、はい、多くの方、多くの方って言えばいいんですかね、はい、多くの方は僕の真似しちゃだめですよ。 ちゃんと投資は勉強してからやりましょう。はい、はい、そうです。学校の勉強と一緒です。はい、いやあ、とにかくね、もうね、なんていうんですか。はい。僕だからあれですよ。あのー、友達もコロコロ変わりましたけど、もう小学校の頃とかなんか不登校気味のなんか吉川くんみたいなのと一緒に遊んでたりした頃もありましたからね。 その子すっごい楽しいいんですよすよごいなんかいつも笑っててで面白いことばっかり言うんですよなんか頭いいなこいつでただ学校の勉強は全然できないんですよその人 <laughs> 学校の勉強全然できないんですよけど面白いことはたくさん言えるんですよだからああいう人とかが多分 NSC とかに入ったらいいお笑い芸人になるんでしょうねなんだこいつみたいな感じになってたんでしょうねはい 惜しいなあの頃は NSC なかったからなあ,あったかあった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 ,あったよ入っとけばよかったのに、はい、そうそういうのあるんですよ本当ににその人頭の回転も早かったですよ、はい、学校の勉強できなかったですけど頭の回転は早かったですね、はい、あと物が整理できない人で 部屋がすっごい散らかってましたね僕とはえらい違いでしたね僕はすべてのものがどこにあるかすべて分かってますからねバッグの中でもバッグのバッグインバッグというやつを入れてもうバッグの中でももうこう見なくてもここにあるっていうのが分かってちゃんと物が出せるようにバッグを整理してますから、はい、もうどこに何があるかすべて把握してますからねはい だから、あれ、どこ行ったっけっていうようなことが人生でほとんど言ったことがないんですよね。はい、あ、あれはあそこに片付けてあるみたいな感じで。はい、だから慌ててこう物探しする人がいるじゃないですか。何やってんだろう、この人って思っちゃうんですよね、僕はね。はい、まあ、そういう人が多いのは知ってますけど。 悪口言ってごめんなさいと思っちゃいますけど僕はそういう人なんですよもうすべてが片付いてる人なんですよはいだからもうその片付,か片付けられないその子と遊んでまあなんかそういう人のことも許してあげなきゃいけないんだなっていうことを学びましたねはいそういう人にも才能があるっていう別の才能があるっていう そういうい人によって才能が違うっていうことを学びましたね。はい、そうですね、本当に。だから、もう何がどうなるか分かんないですよ、人生。だからね、本当にね、子どもの創造性を奪っちゃだめですよ。ピカソも言ってたでしょ、ピカソ。ピカソが、子どもはみんな天才だって。重要なのは 大人になっても子供でいられるかだっていう名言を残してますピカソははいこれは本当に名言だなと思いますねピカソがピカソたるゆえんはそこにあったかっていう感じですねはいピカソは大人になっても子供だったんですよはい多くの女を愛し 何、はい、て言うかプレーボーイで、はい、もう欲望のままに生きた、はい、あれこそが人間だと思うんですよ、はい、あれでいいと思うんですよ僕は、はい、まあお金持ってないとちょっと慰謝料とか大変ですけどはい <laughs> だから僕も愛人作るときはちゃんと考えなきゃいけないなと思ってるんですよねはいいや僕の同居人はもし結婚したら愛人作っていいよって言われてますからねはいただ私と月に1回ランチできる人それが条件って言われてますね だからちょっとやそっとの人じゃ僕の愛人にはなれないんですよね残念ながらねはい <laughs> あのあの僕の同居人と月に 1, 1回ランチをできる人がどれだけいることか <laughs> ちょっと厳しいなはい厳しいですねはい ああ、愛人作るのはちょっと諦めようかな。どうしようかな。それが逆にもう、そういう人を片っ端から集めて愛人50人ぐらい作っちゃおうかな。<laughs> 言ったよね、みたいな。<laughs> 月に1回 <laughs> ランチしてくれるんだあ、だから、月に1回ランチだから30人までか。あ、28人までか。そう。 最大最大28人の愛人は作れるってことですよねはい厳しいなあそんなに作ってもねもう訳が分かんなくなっちゃいますからね名前呼び間違えそうになっちゃいますよね多分ねはい、はい、僕4股が最高ですからね4股が最高記録の男が28人も愛人作れるわけがないじゃないですかはい 多分そんなに愛人作れないと思いますはい残念ながら僕は、はい、そうですねまあいいんすけどねいいんすけどねはい友人だったら作っていいんでしょう友人友人女の友人は、はい、僕男子話し合わないんですよほんと 誰が強い、あれが強いとか、俺の方がすごいとか、もうそんな話ばっかりでもう本当、当嫌になっちゃう、はい。仲良くやろうよって感じですけどね。はい本当あの、なんていうか、俺はすごいみたいなのがもうちょっと、もうダメで。あと、俺はダメだののも嫌いで。俺はダメだの話ももう、もう嫌って感じなんですよ。はい 俺は社会の敗者だみたいな社会の負け犬だみたいな話ももう聞きたくないって感じなんですよだからもう勝ち負けの話やめようぜって感じなんですよねだからもう男子無理もう僕はい僕女の子と話したいはいだから女の友人を作ってでそのうちあの 妻に会わせて僕の妻と一緒にランチしないとかって言って連れて行って「あ」ってあの「友人としてお世話になってます」「誰誰です」とかって言って挨拶してもらってで彼女に紹介して同居人にはいで「どうだった?」って言って。 まあ別にいいわよあなたが愛人にしたいって言うんだったらちゃんと私とのランチ毎月ちゃんとしてくれるんだったら私たちが何を話すかはあなたには内緒よとかって言われたりとかして、ね、逆に逆に敵に回られたりしちゃってね <laughs> 僕のあ愛人が僕の同居人に懐いてしまったりしたらもう手に負えない感じですね。はい。どんどん敵を作っていくみたいな感じですよね。はい。いや本当厳しいな、男の道は。男の道は厳しい、本当に。はい。なかなかだ。なかなかだ。はい。 4またかけるので最もう最、もうそれでもう精一杯だ。はい。けど、ねえ、記録更新狙うのもまたありじゃないですか。はい。ね金に物を言わせて。いやいや、金に物を言わせてって別にそんな何か高いものを買ってあげるとかそういう話じゃないですよ。 お金に余裕がある時間とお金に余裕があるんで僕ははいまあねはいそういうのもいいかなと思いますけどね、はい、どうですかねどうですか 多分聞こ,えてると思う聞こえてると思うんですけど、はい、ベッドルームでベベ、ベッドルームで、多分ベッドルームまでこのは会話は、僕の話は聞こえてると思うんで、こんな大声で喋ってたら、はい。はい、どうなんですかね、はい。まあ、やってみなきゃ分かんないですよね、はい。トライしてみましょう、はい。この女の人じゃダメか、とか。 この女の人もダメかとかあこういう女の人いいんだおおなるほどねってああだいぶ好みが分かってきたよとかねそんな感じで5また6また7またといけて名前が覚えられるまで増やすというのもありですよねはいもう株主集大権使いまくってもうその女の子たちとランチガンガンやろうかなと思ってますね そ,うですね、それ愛人じゃなくて友人ですけどね <laughs> 愛人じゃないじゃんそれ <laughs> 違うんですよもうこの年になったらね何て言うかセックスしないと絶対ダメとかそういう子までセックスに何て言うんですかあのセックスに対してその何て言うんですかあのこう 脅迫観念みたいなものはないんですよね。はい。流れでそうなったら別にしてもいいけどぐらいの感じ。ていうか僕もともとそういう人なんですよ。もともとそういう人で相手が求めてくるから、あ、じゃあ、一生懸命やらせていただきますみたいな感じで、はい。やってた感じなんで。 もともと僕そんなに何て言うか性欲強くない方なんですよねだから女性が求めてくるんでじゃあ頑張りますっていう感じで男見せますっていう感じでやってたんで昔からですよもう中学の時からですよもう向こうから来てじゃあ僕も男見せますみたいな。 感じででやってたんもともと性欲そんなにないんですよ。はい、相手が求めてくるからじゃあじゃあそうおっしゃるなら私も本気を出させていただきますよみたいな感じでやってただけなんで、はい、そうですね。はい、まあ奉仕精神っていうんですか。はい 講師精神、奉仕ボランティア精神ですよ、はい。社会貢献ですよ。はい。それでやってただけですからね。はい。まあ、これからもそうですよ。はい。だから、ランチだけでいいって言うんだったら、僕、別にランチだけでいいんですよ。ランチでおしゃべりして、ああ、楽しかったって、本当あなたと話すと、本当話すと、本当に楽しいって。もう、それだけで十分ですよ、僕は。 相手がこれからちょっと2人だけの場所に行かないって言われたらまあ僕の妻とランチ一緒にしてくれるならいいよって言わなきゃいけないですねはいそれはそれはもう言わなきゃいけないですねはいはい そこで多分女性は止まっちゃうと思うんですよ。あ、じゃあもういいやってなっちゃうと思うんですよね。はい。そこで、そこで突っ込んでくる女というのは、女性というのは、多分もう僕を取りに来てますよね。はい。僕を分取りに来てると思いますよ。はい。怖い存在ですよ。はい。バチバチ火花が散る感じですよ。 ランチしても、はい、だから僕も修羅場見たくないんでね、はい、愛人作るのはやめようと思います <laughs> もう友人でいい女の子の友人が欲しい僕、はい、男はコリゴリ本当にもう男の友人コリゴリ、はい、やだ男やだ うん本当やだ男って本当に、うん、嫌な生き物、うん、世の中の女性が「男やだ」って「男を当にもう最低」とかっていう気持ちすごい分かります、はい、僕は理解しますだからそんなあなた僕と一緒にランチしましょう <laughs> はいラン,ラン本当にランチだけではいランチだけではいまあおそのあとまあなんかデザートとこコ,コーヒーか紅茶でもはいはいまあその後ホテルも全然はいお望みであればはいそうですねはい全然オッケーですよ お許,しお許しは出てるんではい、はい、全然どんとこいって感じですねはい男見せます岩切弘樹って感じです、はい、そうですねはいそれじゃあ今日は何の話ですか何の話ですかえー 変人の話ということで、はい。終わらせていただきたいと思います。<laughs> 僕、言っときますけど、イーロンマスクと一緒で、私も自分のことを普通だと思ってますからね。はい。これ忘れないでくださいね、皆さん。僕は自分で僕のことを、これが普通だと思ってるんですよ。はい。なんおかしいところはないと思ってますよ。 ただ、人と違うっていうのは分かってます。周りの人とは違う人間だっていうのは分かってます。けど、私がスタンダードだと思ってますから。はい。これが本来の姿だ、人間のって。こうあるべきだって。私のように人間というものはあるべきだと思ってますから。イーロン・マスクと一緒で。<laughs> はい。 そう思ってるところが変人なんでしょうね。はい。だから変人の話というわけです。はい。それではこの配信は以上となります。また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。おやすみなさい。良い一日を。あ、抜けてた。 おはようございます。それでは。